ソムチャイウォン・サワットは、太陽国の政治家、第34代首相、会議員。日本では、ソムチャイと呼ばれることが多い、ナコ・ーン・シー・タン・マラート県出身。タン・マサート大学法学部卒業後、1973年に司法試験に合格し、弁護士資格を取得した。その後裁判官となり、1999年に法務を2006年には、 労働時間を務めた。軍事クーデターの後、2007年に国民の力党副党首に就任し、12月の大会院選挙で当選する。2008年2月、サマックスントラウェート政権の副首相権教育省に就任するが、憲法裁判所の司法クーデターによりサマック首相が失職する事態になった。これを受け、9月9日に首相臨時代理に就任し、 国会で主犯指名を受けて同月17日に首相に就任した。しかし、反タクシン派の民主市民連合による首相不選挙やスワンナプーム国際空港選挙などの過激なデモ活動により、万国をはじめとする国内は混乱した。12月2日、憲法裁判所による司法クーデターが発生し、2007年12月総選挙の組織ぐるみの選挙違反を 表向きの理由にして国民の力党は回答処分となり、ソムチャイ首相を含む党幹部の公民権を5年間剥奪するという意見判決が出された。これにより、ソムチャイ政権は首相就任から約2ヶ月半で崩壊することになった。妻はタクシン・チナワットの妹、長女も会議員に当選している。ありがとうございます。